よーい、スタート。監督の太田です。今日は6月23日、沖縄における沖縄の慰霊の日です。まあ、沖縄における、終戦記念日というふうな、まあ、沖縄戦が終わった日ですよね。で、なんでね、また今年もこの日を迎えていろいろ感じるところがあるんですけれども、あのもう5年前6年前から、僕は、というよりもあの3本の沖縄戦沖縄関係の映画を僕は監督していて、まあ、1本後ろに貼って最新作ですけれども、そのためにもう5、6年前からもう毎年何回も沖縄に通って3本の沖縄関係の映画、ドキュメンタリーですけれども、ドキュメンタリーが、撮ってます。で、だから最初の頃はから、とにかく沖縄戦を勉強するとこから始めたので、あ、そう、ちょっとまず紹介しましょうか。沖縄、一作目が、この沖縄、ドキュメンタリー沖縄戦、知られざる悲しみの記憶っていう、沖縄戦の全般を、描いた、作品です。で、それに続いて作ったのが、乙女たちの沖縄戦っていう。今度その、沖縄戦の中でも、女子学徒、姫百合は有名ですよね。姫百合の塔っていう映画がありますから。でも姫百合だけでなくて、いろんな隊があったんです。で、その中の、白梅学徒という、それの、ご健在屋だった子。方、その当時学生だって、今も、撮影時にご健在だった方、お二人に話を聞き、で、その関係者や、当時のことを語ってくれる人たち、現在の、状況を語ってくれる人たちにインタビューしたもの、プラス、ドラマ、30分の再現ドラマ、当時、ガマにこもって、その兵隊さん、怪我した兵隊さんたちがもう、まあ、野戦病院みたいなところで、そこでもう17、18の女の子たちが、まあ、姫百合の塔でそれ有名ですけども、姫百合だけでなく、今回は、白梅学徒にスポットを当ててるんですけれども、そのガマの中でどんなあのことが起きていたか、どれだけ大変な思いをしたかっていう、まあ、看護婦さんの、役割を学生たちが、女の子たちがやらなきゃいけなかったっていう、そこの部分を、ドラマにして描いたのがこの作品です。そしてさらに、今年公開になりました、沖縄協奏曲。これは戦後の話です。戦後、ね、そして戦争が終わって、まあ、平和がやってきたけれども、未だに基地が残っている。米軍基地が残っている。なんで残ってるんだ。まあ、いろんなね、よく言われてる理由はありますけれども、いろんな問題もがやっぱ起きてますよね。で、それでも沖縄になぜ基地があるのかっていう、理由っていうのは、実はよく言われていることとは違う、もっと別のところにある、まあ、利害関係が背景となったことが分かってくるんですけど、それを描いたのがこの沖縄協奏曲です。で、こうしてお見せできるっていうのは、実は間もなくこれも DVD になります。で、実はまだ映画館でも、ね、2巻ぐらいやってくれているんですけれども、DVD になりまして、これも7月かな、7月3日とか4日とか発売なんですけれども、で、このさっきの、乙女たちの沖縄戦もこれも2年か3年前の映画なんですけど、ようやく DVD になり、これも7月2日か3日に発売です。で、さらにこの沖縄、ドキュメンタリー沖縄戦はもうかなり前に DVD 化されて、今 Amazon プライムで有料で見ることもできます。っていうふうに、この3本の沖縄映画を僕はこの5、6年間にこう関わり、で、当然これドキュメンタリーなんで、そのいろんな方からお話を伺うのを撮影して、記録するっていう。で、その前にもちろん沖縄戦について勉強して、ここにたくさん本ありますけども、ほとんど沖縄戦の本で、沖縄関係の本で、で、向こうにも、でかい本棚が2つ3つあるんで、それ全部沖縄で、もう沖縄、図書館、ミニ図書館ができるぐらいあって、勉強したんですけれども。まあね、多分ね、今日も、慰霊の日なんで、沖縄では慰霊の日の、式典が行われて、なんとか総理が、
とかって言ってると思うんですけどね。じゃあ沖縄戦どういうことあったのかっていうと、ほんと15秒ぐらいで、米軍が攻めてきて、ね、一般市民がたくさん犠牲になって、当時の沖縄県民の3分の2だったかなが犠牲になったっていう、うわっつらしか絶対言わないと思うんですよ。毎年そうです。毎年見てますけど、ニュースね。そういうことしか言わない。じゃあなんでそこまで、一般人が犠牲になったかっていうこととか絶対言わないし報道しないし、もう上っ面だけっていう。でその辺を当時を知る人たちを中心に、あと沖縄戦の専門家なんかに、お話を伺ったのがこの、ドキュメンタリー沖縄戦なんです。で僕自身も本当に知らなくて、沖縄戦ってこうだったんだっていう。どうしてもね、ニュースなんかで、記録映像で流れるこう高台から飛び降りる一般の人がいたりとか、火炎放射器で燃やす米軍がいたりとかって言って、米軍が、そういう一般市民を、まあ、踏みつけた、傷つけた、殺害したというふうなひどい戦争だっていうふうに、やっぱりその映像からそう思うし、詳しい説明を、ね、テレビやマスコミって本当にしないので、僕もずっとそう思ってたんですけど、沖縄に通って、でこの時もね、その本当に戦争を知っている人たち、それから専門家にもいろいろ話を聞いて、するとそうじゃないんだって。で当時を知る、今もお元気な方、お年寄り聞きますと、米軍も怖かったけど日本軍はもっと怖かった。日本軍は沖縄を守りに行ったんでしょと思いますよね。でもそうではなく、日本軍にもひどい目にあった。日本軍によって殺害された人たちもたくさんいるし、食料を奪われたりとか、本当に踏みつけに遭うようなことがたくさん実はあったっていう。でもそういうことって本当に、伝わってないし、報道されないことが多いしという。じゃあなぜそんな日本軍がそういうことをしてしまったかっていう、まあいろいろいろんな事件を紐解いていくと分かるし、当時のそのいろんな事件がたくさんあるんですけど、それを一つ一つその当時を知っている方々から直接伺ったのがこの、ドキュメンタリー沖縄戦なんですけれども、まあ僕もねそれ知らなくて、お話を伺っているし、こんな、だから戦争っていうのはひどいもんだっていうのは分かってるんですけど、こんなひどいことになってるっていうのは全く知らないし、教科書にも、まあ今の教科書にはある程度そういうことも書かれるようになったんですけど、僕らの頃っていうのはもう本当にね、米軍がひどいことしたっていうぐらいしかなからないし、もちろんひどいことはしているんですけど、日本軍もひどいことをしたっていうのってやっぱり知らなかったし、そういうことを教科書には書かれてなかったし、テレビなんかでも報道されなくて、もう火炎放射器のね、強烈なイメージしかなかったっていう。で要はなぜそんなことが起こったかっていう、まあ、いろんなこう事実があるんですけど、まあ、一言で言ってしまうと、日本政府は米軍が攻めてくるときにまず沖縄を占領して、それから本土を攻略しようとしたんですけど、沖縄で、米軍を撃退するとか止めるとか、勝利するとかっていう気持ちは最初からなくて、沖縄を捨て石にして時間稼ぎをする、だから沖縄でなるべく長く戦うことで、その間に本土決戦の準備をするっていうのが日本軍の考え方だったんです。だからもう捨て石、完全に沖縄人がどれだけ犠牲になろうと日本政府、日本軍っていうのはもう関係ないって、自分たちを守るために沖縄を盾にしたっていうのが実は沖縄戦だったんですよね。だからそんなことやっぱ許されないことですよね、戦争とはいえ。だからやはりその辺はやっぱ教科書に、昔の教科書には書けなかったし、今もマスコミ報道をやっぱりしづらい、それを避けて通るっていうのはそういった背景があるからなんです。だから米軍がひどいことをした、でもまあ戦争だからねっていう、まあ、最近のねその終戦記念日とか、こういう慰霊の日の報道を見てると、今度はね、米軍がひどいことをしたっていう記述や説明すらなくなってきて、戦争だったんだよね。で、たくさんの犠牲者が出てたんでね、戦争はいけないね、的構図で、報道してるの多いですよね。まあ、今アメリカと日本は仲良しの国なんで、そのアメリカが昔こんなひどいことをしたんだっていうのをなるべく言わないように、まあ、貿易の上ではお客様であるときにね、そのお客様、このお客さん昔ひどいことしたんです、って、ほらもう本当に買えませんで、とかってやっぱり言わないですよね。そういう形で、で、戦争っていう、誰だかわからない、戦争がいけなかったんだ。戦争になったからたくさんの人の犠牲が出たんだ。っていう風な構図の報道しがちですよね。
だからそんな中で、でも実際何があったのかっていうことをやっぱり知ることが歴史の勉強であり、でそれを伝えることで同じことを繰り返さない、それをその今仲良くしてるからっていうんで昔のことを忘れようみたいに今の政治としては必要かもしれないけれども、やっぱり歴史を知ることで同じ過ちを繰り返さない、で米軍がひどいことをしたことはもう現実であるし、沖縄県民がね、普通は兵隊同士が戦うのに国民一般市民を犠牲にしてるんですよ。でもそうなぜそうなったかって言ったら、その一般国民をある意味日本軍が盾に使っていた、動員したり、被害受けるの犠牲になるの分かっていながら、何もしなかったりとかっていうことがあったっていうこともあるわけですね。だから本当戦争ひどいひどいと言われるけど、こんなひどいもんだろうなって僕は勉強して思ったんですけれども、でその時にこれは全般ですけれども、その時に、白山学徒、さっき言ったように、その若い17歳18歳の女の子たちがたくさん動員されていって、どんな思いをしたかって、それまた多くが亡くなってるんですよね。で、まあ、ヒメイルとは有名ですけど、それだけではなく、多くのこの上にあるこの塔がね、これが白梅の塔って言って、白梅学徒たちの慰霊碑なんですけど、ここも何度も訪れましたけれども、やっぱり当時の話聞くと、その中山菊さんっていう、白梅学徒だった方にも、90代の方にお話伺いましたけれどもね、もうやっぱり聞いてて辛いっていう、映画でそういうふうな再現したものを見るよりも辛いっていう、やはり経験された方の言葉ってやっぱすごく重いんですよね。だからこの日本っていうのは、やっぱその経験された方、沖縄戦を直接経験し見てきた方々の言葉なんで、だからやっぱそれって、例えば活字にして本にしてもね、ある程度の事実としてはわかるけれども、そのやっぱ悲しみとか苦しみとかっていうのは、やっぱ肉声で聞くことで伝わる。でだからそういう意味ですごく大切なんだけど、で語り部としてね、いろんな講演会とか、そういう映画の式典とかにでいろいろ話をずっと、もう本当戦後ずっとされてきた方々なんですけれども、やはりここ数年で僕がインタビューしてきた方々もどんどん亡くなっていき、で中山菊さんも去年亡くなって、で、まあ、この映画が公開された時に、まあ、見に行ってくださって、電話くれて、監督さん今日見てきましたって、もう本当にもうありがとうございましたって言って連絡くれたんですけど、つまりその自分たちのそれだけ大変な思いをした、で平和っていかに大切なことなのかっていう、戦争っていかにひどいものなのか、かっこいいものじゃないっていうね、映画なんかでかっこよく描かれてますけど、やっぱそれを中山菊さんなんか戦後ずっとも 90代になるまで伝え続けてきたっていう、だけれどもやっぱりこの沖縄戦自体がやっぱりクローズアップされない。で今日みたいな日にテレビでは一応本日は沖縄の慰霊の日とかって言うんだけれども、もう、なんかしみやかな式典が行われましたとかいうだけで、具体的にどんなことがあったんだとかって詳しくやっぱり報道しないですよね。だからやっぱりそういうことを知ってほしくない人たちもいるし、また戦争したい人たちもいるし、で過去のそういう日本政府のこれだけひどいことをしたんだってことを、やっぱり若い人たちにも伝えていってほしくないっていうふうな勢力もありますし、まあマスコミもね、その人たちのなんか言うがままみたいなところがあって切り込んでやるないしっていう、でそれが今回というか、この時はやっぱりそういう、そうではない、テレビやマスコミ、テレビなんかが伝えない内容、事実を当事者から伺うことができた作品だったんですよね。でそれでね、やっぱり、いろいろやっていくと、じゃあ戦後はどうなんだ、戦争終わってるのまだ米軍いるよな、なんでいるんだろう、あいつらなんで居座ってるんだろうっていう疑問がやっぱり出てきたんです。でその時に、またチャンスをもらって、沖縄ものでもう一本やりませんかっていうこと、だったら戦後をやりたいっていうことで、今年公開されたこの沖縄協奏曲っていう、現代をの沖縄事情を描いた。なぜ未だに基地があるのかっていうと、よくね、いやだって中国の脅威があるからね、攻めてこられた時にね、米軍さんがいないとね、日本すぐ侵略されちゃうよねっていうふうに思いがちだけれども、あれはフェイクです。なんでかって言ったら、それもこの中のね、そういう
軍事に詳しい方々、みんな専門家、それが 当時を知っている方、戦後を知っている方々にこれ今回はお話を伺ったんですけれども、中国はもうあのだから中国とアメリカが、ね、戦争するかもしれないっていう風なやっぱり状況がありますよね。でその中国がやっぱりアメリカを攻めるためには、まあ、まず沖縄を占領する、本土を占領する、ハワイを占領する、そして、アメリカ合衆国だっていう風なのがやっぱ戦後ずっと続いていたから、だから日本に基地を置くことで、その中国をあのブロックできる、あの早めに止めることができるっていうのがアメリカの戦略だったんですけど、今ね、今です、中国アメリカまで届く核ミサイルを持ってるんですよ。だから沖縄攻めたり絶対しないんですよ。というのに未だに沖縄で基地やったりね、あの中国の脅威があるから仕方がないとかって言ってるけど、それねもう全然もう誘導されてるだけで、そんなものはあのなんていうかな、必要ないんですよ。で実際アメリカはバカじゃないんで気づいてるんですよね。そこじゃ止められないってこと。でももしかしたら戦争になるかもしれないっていうことはもちろんアメリカは考えて、じゃあどうしてるかって言ったら、沖縄の基地からも撤退して少し遠いところに基地を置くようにしてるんですよ。すぐ攻撃されない。沖縄だったら中国からまず一発ミサイル撃たれたらもう全滅ですから。でアメリカ人って日本人がいくらね、あの犠牲になっても平気だけど、アメリカ市民が犠牲になるのはやっぱすごく気にするんですよ。だから撤退しようとしている、うん、で実際、ガムなんかの基地にこうどんどんあの沖縄の基地の米兵は移動してるんですけれども、またそこでね米軍がいることで儲かる人たちもいるんですよ、日本側で。だからそういう人たちは米軍が出て行って、いやいや、こうやったお疲れさん、またね、またねじゃない、いやもう来なくていいよとかって日本人としては思っているのに、引き止めてるんですよ。で引き止めることでいろいろと儲かる人たちがいるっていうね、まあその辺をこう描いて、今まだ映画館でもやってますし、7月入ったらこれ発売になるし、まあさすがに今もうレンタルビデオってないですし、ないしドキュメンタリーって置いてないんで、ちょっとこれはもうちょっと高いですけど、お買いになってみてもらうと、ありがたいんですけれども、じゃあどうしてるかっていうその辺のからくりを詳しく描いたのが、この映画です。だからね、もう見てるとそのずっと、最初に、沖縄戦があって、でその後に戦後も今度はまた基地問題があってって、沖縄の人たちでずーっと踏みつけられているっていうね、やっぱり現実があって、だからこのやっぱ恐怖のような慰霊の日になると、やっぱりそれをもう一度考えてしまうし、そういう日にそういうきっかけに、ぜひそういうふうなあの何らかの形でその過去の歴史現実に、テレビや新聞が伝えない裏事情というか本当の話っていうのをこう知る機会にしていただければありがたいなと思って、で、まあ、その一つの、道しるべとして、この3本を見ていただくと、ああそういうことだったのかということがわかります。だからこれどの作品もテレビ新聞マスコミがやっぱり報道しづらい、報道できない内容ばかりで、まあ、だから、まあ、映画館ではできやったんですけれども、テレビ放送とかは多分してくれないし、ただアマゾンはね、アマゾンプライムで、とりあえずこれはやってくれて、今もやっているので500円とかで見れるはずですし、DVD もまだアマゾンで買えますから。でこちらの本は、現在予約受付中で、予約してもらうと例えば7月3日だったか4日に届くと思うんですけれども、売り切れてしまうとまた数ヶ月とかプレスするような時間がかかるので、時間もかかりますけれども、非常にあのなんか期待が高く、沖縄教職が確かに今あの予約の第1位になってますっていうふうに、テレビ新聞が伝えないあの沖縄の現実っていうのを僕はこの5、6年ずっとやってきて、でまあそれもあったんでね、体壊してもう目も半分見えなくなって脳も死んで、まあ、これだけじゃなくて、その僕を19年間の監督生活で体ボロボロになってたんで、でまあこの沖縄競争局 の撮影取材が終えた時に倒れて1年間の闘病をしたわけなんですけれども、去年1年間、まあ、今も続いてるんですけど、闘病生活でもう3回入院して2回手術して、で未だに心臓機能はあのなんていうかな、正常値
一番低い正常値までまだ届いてないんですけれども、だからもう本当にまだ病人生活を続けてるんですけれども、しかし今日またこのね6月の慰霊の日がやってきたんで、ちょっとだから最近ずっと寝込んでたんで、あの再放送再配信がずっと続いてましたけれども、いやちょっと今日あのやっぱり慰霊の日だし、ちょっとこうお話をやっぱりしようと思う。でまたこの2本の新作がもう間もなく発売されるので、あそのお知らせもしたいなと思ったので、ちょっと頑張って撮ってみました。ということで、ちょっと今日は、沖縄のことを考える。でも沖縄のことだけじゃなくて、結局あれなんです、戦争っていうのは何な、どういうことなのか、っていうこと、それから基地問題っていうのはどういうことなのかっていう、やっぱりきっかけにしていただければと思います。でまた間もなく今度は、8月の終戦記念日がやってきますし、その時になんかね沖縄協奏曲とかまたなんかどっかの映画館のリバイバル、あの特別上映してくれるんじゃないかなと期待しているんですが、まあ、企画はしてくださってるんですけど、その時はまたお知らせします。ぜひ、今日という日に、とりあえずじゃあこれはね、今日この、配信を見た後に、お、これ面白そうだなって言ったAmazon プライムで、見れますか？500円だったからね、配信してるんで、それで押してもらったらもうパソコンで見れるので、ぜひ見ていただくと、今からもう何年？70数年前、そろそろ80年ですよね。前に、1970、いやちょっともう脳死んでるので、もう数字とかもパッと出てこないで、のそういう機会にしていただければと思います。ではまた。